こんにちは、メルツァーです。今回はゴールデンウィークの、熊本発着の高尾の、旅行をご案内します。ゴールデンウィークだいたいですね、海外旅行だと10万を超えるものが多いんですが、今回熊本発の直行便を利用しまして、フリープランが4万9800円です。当初の価格より1万円ぐらい安くなっております。当初発表よりもですね、かなりお手頃です。まだ、空席今のところございます。3月末の段階ではございます。2泊3日のプランで、ホテル、それから送迎込みの料金になります。で、4月のですね、29日の出発の3日間なんで、金土日で、ゴールデンウィーク前半の3連休を使えるようになります。2名以上ご参加でですね、熊本県から、5000円の補助が、助成が出ますので、実質4万4800円になります。それからですね、あと、熊本空港の駐車場がですね、台湾線に関しましては無料になりますので、熊本空港に停めていただけると、車で行かれる方ですね、そういう特典もございます。で、その高尾なんですけども、今注目されてましてですね、こういう、簡単に言うと港町です。で、台湾第二の都市ということで、ちょっとこじんまりとなってます。ただ大都市なので、非常に昔の雰囲気と、今の都会の雰囲気が混ざったですね、非常に魅力ある地域で、六郷夜市という夜市なんかもその代表的な例かと思います。ぜひゴールデンウィークお勧めしております。よろしくお願いします。